はい、異世界の続きやっていきまーす。いきまーす。で、鍵1個持ってるから、その鍵を使うところなんだけど、さっき多分教師がいたところだよね。教師が来たところに行けばいいはず。だって上ダメだったもんね。いないよな。急に出てこられたら叫ぶ自信があるんだけど。なんかある。足元の紙には、宝箱の鍵は、四角と丸の数と書かれている。四角と丸の数。丸ってあれかな？丸椅子かな？あ、この扉は手持ちの鍵で開きそうだ。どこかの鍵を使います。鍵が開いた。丸椅子の数かな？足元には木片が散らばっている。ここなんだ？プレートには台所と記されている。ここどこなんだ？これ学校これ。学校？台所なんてあんの？あ、ナンバー6式の小物入れのようだ。開けてみようか。開けてみる。あ、2桁なのか。じゃあ、BL。どうだ？どうだ？わっ！違った。違ったわ。なんだよ。あ、数字か？え？何入れればよかったな、これ。数字これ。わかんないや。わかんないや。数字なのか。ガスコンロだ。ガスの元栓は閉まっている。BL じゃダメか、やっぱり。この流し台の蛇口からは、冷水しか出ないようだ。冷水か。冷蔵庫。張り紙が破かれている。いけるかなと思って。段ボールの中には工具が詰められている。持っていこうぜ。あ、荒縄だ。ところどころ傷んでいて使えそうにない。使えないのかよ。これ換気扇じゃない？換気扇は壊れているようだ。結構いろんなところ調べられるな。一箇所焦げてるけど、あれ見ないんです？積まれてない？木箱が邪魔で通れそうにない。燃やせよ、もう。燃やしちゃえよ。鍵がかかってるようだ。手持ちの鍵では開きそうにない。別の鍵を探そう。じゃあ待って。あのさ。待って。宝箱の鍵は丸と四角の数でしょ？宝箱の鍵は四角と丸の数。もう丸って言ったらさ、丸椅子しか思い浮かばないから丸椅子のとこ行こうか。そういうことなのかな？やばいぞ。わかんないわかんない。ここで合ってるのかな？物置。丸といえば丸椅子なんだけど。でも四角の数ってわかんないよね、これね。丸一ってこと？丸一で四角九みたいな。そういうことじゃないのかな？九一？木箱四角いよね。そういうことじゃないのか。木箱の中に何もないようだ。待って。時計、十時を指して止まっている。そういうことじゃないのかな？なんか深く考えすぎかな。部屋の窓？あ、部屋の窓なの？みんなよく見てるな。これとか？四角い、2、4、6、いや、8とかですか？そういうことなのかな？部屋の窓？部屋の窓なの？8、じゃあ8、1は？窓が四角で8個で1とかどうですかね？そういうことじゃないのかな？ 8、1。あ、BL が邪魔してる。BL 邪魔だな。入力の邪魔だよ。誰だよ、入れたの。81。どうだ？番号違うようだ。四角と丸の数？四角と丸、俺が入れたのか、あれ。バカな。ガスの持つのし、ガスコンロだ。これガスコンロのロが四角ってことじゃないよね。ガスコンロ。換気扇。でも違うよな。あ、これ蛇口の口とかじゃないの？違うのかな？冷蔵庫。でも丸、ん？この部屋の中なのかな？その丸はさ、最後の丸みたいな？句読点なのかな？ちょ、それでやってみていい？ちょっと。これで丸1個でしょ？ 1 個、2個、3個、4個、5個。こう6個、7個。丸が7で四角が2個か。やってみようか。27? 27? そういうことなのかな？ 27。えい。
違うか、72は72順番が違うとか、えい宝箱のやつもか、82ってこと、8228違うか28、なんか変な風に考えてるのかな俺。違うよな。ああ、そうか、3か。38ってこと ?38 ってことか。いや、まさかでも、83。四角と丸でしょ ?83。いや、これだってたらすごいよね。違うか。時計がヒントなのかな。じゃあ10かな。10。えい。違うか。ナンバー6種の小物入れのようだ。2桁だね。2桁。木箱。こういうこと?あ、四角い椅子。そういうこと ?4、41かじゃん。41かな。41じゃね?調べてなかった椅子。そうか。で、41じゃないか。で、丸1、1個だったでしょ。椅子か。椅子なのか。解けた気がする。謎解けた気がする。41でしょ。これダメだったらもう俺あれだよ。もうあれだわ。もう1から全部入れていくわ。もう1からもう99までやっていくよ。もう。これダメだったらもうやるっきゃない。そうだろ。41だろ。そう当たりせんなよ。41で。ファイナルアンサー?ファイナルシーサー?よし!ありがとう!小物入れの蓋が開いた。中にはプラスチック製の宝石や、おもちゃのネックレスが詰まっている。よく見ると鍵のようなものが入っているようだ。よかった、いけて。おもちゃ箱の中の鍵を手に入れた。ふぅ、助かる。で、どこだろう、こっちかな。おもちゃ箱の中の鍵。ここかい、鍵かかってる。手持ちの箱で。あかんのかい。戻る感じか。いや、でもセーブしたいな。セーブして、でも戻るのちょっとめんどくさいな。よし、突っ込もう。大丈夫、知らないから。人間はね、そんな簡単には死なないんですよ。開くかい?あかんのか。開けば良いもの。よし、セーブしに行こう。やっぱね、怖い。怖い。迫る恐怖。死の恐怖に怯えてる。でですよ。もう下しかないよね。下の鍵じゃなかったらもう行くとこないもんね。だからこのステージはそんなに広くないのかな。あ、手持ちの鍵開きそうだ。おもちゃ箱の中の鍵を使います。鍵が開いた。いや、でも謎解きよくできてるね。ちゃんと見ればわかるもんね。あ、丸があると。丸が、木製のオケだ。持っていこうぜ。洗濯機には何も入っていない。入っとけよ。パンティーとかさ。お、浴槽の中に鍵が沈んでいる。風呂の水を抜こうか。はい、先生来るんじゃね。来ないか。水と一緒に。ドジっ子なの。水と一緒に鍵も流されてしまった。そこは考えとけよ。え、僕がミスったんですか。え、待って。え、どうすればいいの。待って。え、どうすればいいの。え、積んだりしてないよね。え、積んだとかないよね。え、どうすればいいの。おやおや、やっと会えたね。デッドエンド。え、マジで、そんなことある。下手こいた。え、オッケーか。わかった、あれだな。オッケーで、いっぱいいっぱい組んでいくんだな。地道。その間絶対来るだろう、先生。オッケーで吸っていくのか。いや、それもなくない。オッケーで救うのかな、鍵を。できるか。セーブしといてよかった。よかった。腕まくって手伸ばせばいいか。水を抜かない。あ、水を抜かずにそのまま取ってしまおうか。はい。賢い。風呂の中の鍵を手に入れた。よしよし。早く行かないと。先生来る。来ないよな。よしよし。怖い。ダッシュ。よし、行くぞ。はい、鍵で、あー、いたと。
鍵開いた。おお。ナンバー6式の引き出しのようだ。開けない。まだ分かんないもん。テレビ壊れてる。引き出しの中には何も入ってないようだ。パソコンの画面に文字が表示されている。お、待って、オッケーオッケー。針プラス瓶イコール、待って待って待って、針プラス瓶、針が1、瓶、え、ちょっと待って、え、ハリプラス、この学校、この人は学校で見た気がする。無断で持ち帰ったのだろうか。ちょ待って待って待って、パソコンの機材だろうか。とても高そうだ。エアコンは動いてないほど。ちょ待ってよ、ちょっと調べてみようか。これを何桁なんだ。開けてみる。2桁だわ、2桁だわ、2桁。これでいけないかな、これでいけないかな。逆に、はあ、時計と瓶ビール、時計と瓶ビール、10ってことか。じゃあ10プラス瓶の数、あ、ビール瓶の数か、ビール瓶の数か。さっきの SM で、あのふにゃららの方の SM を想像した人と、スーパーマリオを想像した人、どちらが多いのかな。ちなみに僕はスーパーマリオのつもりでやったよ。あ、いやらしい、あ、いやらしい。待って、1、2、3、4、5、15かな、15かな。もちろんスーパーマリオだよね、みんなね。もちろん。もちろんスーパーマリオだよね。SM イコール嘘つけ嘘つけじゃないよ。嘘なんてついたことないよ。もう、だから、15だな。15だな。ってことだろう。開けてみる。謎はすべて解けティング。15。もうこれ簡単だったね、この謎解きは。ふ、あ、よかったよかった。本当だったんだ。鍵開いた。あ、中には銀色の鍵が入っている。銀の鍵を手に入れた。ふぃーふぃー。よし、セーブしよう。セーブしよう。もうね、こまめなセーブが命を救う。僕はね、ホラーゲームをいっぱいやってきて、身に染みてます。ちょっとね、ちょっと、もういいかな。セーブしたくてもいいかなと思ったら、死ぬっていうね。直後死ぬっていう。ホラーゲーあるある。ダメなんだよな。気を抜いた時が死ぬ時です。気を抜いた時が死ぬ時です。行くぜ。先生、どこにいんだってか、先生さ、どこにいんだ。舐めすぎだろ、俺のことを。どんだけ放置すんだよ。こんな一方通行のとこでどうやったら見失うんだよ。おかしいだろ。何度かすれ違ってるだろ。見えてないだけで。鍵使う。後ろからついてきてんのかな。おー、前におった。ちょっと待って、ふふふ、思ったより時間かかったね。この先の扉から外に出られるけど、鍵は僕が持っている。つまり君はもう逃げられないんだよね。なんだこの結果が決まったゲーム、なんだこれ。さあ今度は鬼ごっこだよ。待って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 、あー、そうだね。ちょっと待って、どこだ、ちょっと待って、どこだ、ちょっと待って、どこだ、ちょっと待って、全部一方通行なんだけど、ちょっと待って、どこだ、ちょっと待って、どこだ、ちょっと、どこだ、え、ど、待って、どこだ、どこだ、え、どこが正解だ、う、おー、こ、こ、じゃ、これじゃ、こ、じゃ、オッケーで殴る、オッケーで殴る。デッドエンドだってさ、デッドエンド、どこだ、でも、残り、ドアバグしなきゃ、それは青鬼なんだよな。ドアバグで負けたらそれはもう人間じゃないでしょ、それ。どこだ？だってどこだ？最初に隠れたとこにもう一回行くの？最初のとこもう一回行くの？そこでまた負けたらただのバカじゃないですか。あれ、いないな、みたいな。これをまず先にどけとくとか。どけろよ。どけろよ。このゲームね、脱出機能ないんですよね。短編作品らしいんで、脱出機能はあえてつけなかったのかもしれない。待って待って待って。台所は違うよね。でも台所武器とかありそうなんだよな。包丁とか、包丁とか、包丁とか。だー、ズダ袋をバサンみたいな。どこだろう。でも、まあ、でもさっきの、先生足遅いな。舐めてるのか、それとも足が極端に遅い人なのか。
さが上がらないみたいな。あー、そんな気した、そんな気したわ。どこだ。じゃあビール瓶でぶったたくか、これ。このビール瓶でソンっつって頭をソン。かわす、かわす。先生かわすのできる、それできるか。先生遅いけどそこまでバカじゃないんじゃないの。いや、バカそうだけどさ、発言が発言がちょっとバカそうだけど、そこまでバカじゃないでしょ、さすがに。机で巻く、机で巻く、待って、机で巻く、どこ巻けるとこあったっけ。あ、荒縄で首をふんって。でも殺人はしたくないんだよな。かわしても鍵、そう、鍵ないよね、かわしても。そう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 、だからどうにかして鍵と先生を分離させる方法を考えないと。でもあれだな、もうしらみつぶしにやるしかないぞ、クロちゃん。しらみつぶしにやるしかないぞ。台所に決めた。台所に、台所に。おおお、待て待て、冷蔵庫。ああ待って、ダメなの。冷蔵庫か。でもこの部屋、別の部屋も行ってみる、ちょっと。別の部屋も。でも台所だけだよな、動けたの。別の部屋も行ってみるか。他の部屋でも動けたりするかもしれないもんね。あ、動ける動ける。待て待て。違う。待て待て、動ける。待て。あれ、あれ、でも、入ってこない、入ってこないよ。あ、とても高そうだ。ちょっと待って、結構猶予あるんだけど。ここで合ってるってこと。合ってるってこと、クロちゃん。だって、なんか、あの、出た瞬間死ぬ気がするけど。はーい。あーちょっ、バグっていうか、なんだろうな。あ、じゃあもう、じゃあ。ダメじゃん。でもここも入った瞬間死んだんだよな。入った瞬間に。あ、待って、そういえばどこかで使えそうなものを見かけた気がする。なになに、待って、よく見ると奥の壁がひび割れている。何か鈍器のようなものがあれば。マジかよ。なるほど、そういうこと、そういうこと。あっちに行くのは得策じゃないのか。工具だ、これで。工具のハンマーかな。ハンマーでひび割れたとこをぶっ壊せばいいんじゃないの。どうした、クロちゃん。クロちゃんも分かったって、名探偵クロちゃん。よし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 、これでいけるんじゃね。やったやったやった。あれだな、いけないと思ったら下げるのも手なんですね。あ、工具の中にひび割れた壁を壊すようなものがある。ハンマーを借りていこう。ふう、最初から持っていけよ。最初からさ、武器として使えるじゃんか。行くぜ行くぜ、これで壊すと。持ってるハンマーで壁を壊そうか。はい、やってやんよ、やってやんよ。お、いけたのか、壁壊した。いきま、おお、機敏な動き。どこ、ここ、風が吹いてる。建物の中は暗くてよく見えない。鉄格子外そうにない。あ、これベランダか、もしかして。これベランダじゃないのか。ベランダでは、これ何、ここの窓だけ木の板で塞がれている。さっき使ったハンマーで簡単に壊すそうだ。持ってるハンマーで、待って待って待って、今このまま逃げてもまだ先生に捕まってしまう。何か相手を捕まえることができる証拠を掴まなければ。捕まえることができる証拠、倒す武器じゃなくて。ハンマー壊す証拠が欲しいの。痛い、証拠。お、昨日板を壊した。すごい、超機敏だな。壊れたベッドだ。他はなんかないですか。あ、カーテンが埃で汚れている。これはなんだ。この家が新宿だった時の写真だろうか。ん、これ家なの、これ誰かの家。ん、鍵かかってるようだ。手持ちの鍵では開きそうにない。別の鍵を探そう。ハンマーで壊せよ、もう。段ボールの中には絵本が詰め込まれている。まだなんかあるだろう。絵本ないんです。木箱じゃまで通れない。鍵、いや、壊せってハンマーで。ほこり汚れている。鍵探してくるの、また。そんなバカな。せっかく来たのに、ここまで。
なんかよく見えない。鉄格子は外すのにね。こっち行けないのか。鍵探してこいって。あ、行けない、左。あん中で完結するもんじゃないの？鍵を探す？どうやって？鍵なんてあったっけ？わかんない、わかんないぞ。そのドアがさっき待ち伏せたとこ。まあ、行くか、もう一回。先生に勝負挑もうぜ。もう勝てるだろう。こっちハンマー持ってるし。ピチピチやし。どけどけいどけどけい。邪魔だ邪魔だ邪魔だい。どけどけい。こっちも入っていい？他には何もないですよね。換気扇壊れてる。ガスも落ちてしまっている。蛇口から冷水しか出ない。冷蔵庫。他になんかいいのないかな。ノコギリとかさ。ノコギリとかさ。ノコギリとハンマー持ってたらさすがに諦めるんじゃない？先生も。諦めるんじゃねえ。参った！さすがに勝てないだろう。銀の鍵。これは持ってるんだけどな。これで先生を召喚してから逃げるみたいな。君は逃げられない。さ、今度は鬼ごっこだよ。変わんないな。変わんない。チェーンソー欲しいな。チェーンソー。で、左じゃろ。で、それで外に行きたいかな。この状態でさっきのとこ行ったら逃げ切れたりしないのかな。でも追ってくるよな。絶対。ふんふん華麗なターン。で、ダメだわー。ちょ、待って。時間あったの。もうダメだと思ったんだけど。なんかちょっと動けたね。ごめん。ちょっと目つぶっちゃった。もうダメじゃんって目つぶっちゃった。ごめん。動けたんだ。暗転したからさ、画面が。終わったと思って目つぶっちゃった。ごめん。重要なとこで目つぶってごめん。くそー。マジかよ。デッドエンドかと思ってさ、てっきり入ってデッドかと思ったら、なんだ、動けたのか。日本人だからね。日本人関係あるかな。鍵使いますよ、もう。これでいけんのかな、外に。でも、行けたところで鍵はないよね。行けたところで鍵はないんだよな。俺、押したじゃん、決定機。押したよ、決定機。マジかよ。押せてない判定、やっぱ日本人だから。日本人推しは何なんだ、その。日本人関係ないんだよな。行くぜ。いい部分だけを切り取って、やります。俺のスタンドは、動画を適度にカットすることです。行くぜ。ダッシュ。おっと！ちょっとね、ちょっとしたラグっていうか、ちょっと止まるんだよな、一瞬。じゃ、一瞬止まるのがね、怖い。よし。で、まだ中入っても動けるからね。右の、いけんじゃん、やればできんじゃん。誰？あれは間違いなく僕の姿だ。映ってないよ。バグみたいになってるけど。バグったみたいになってるけど。もしかして先輩ですか？姿ないんです、姿。そうだけど。多分ないんでしょうね、姿が。立ち絵っていうか。私の姿をしてるということは、もしかして君は、でもどうしてこんなところに？おお、やばい、来た。待って、来たよ。先生、どうしてこんなところに？モザイク。あ、ここは僕の家だからね。それよりなんで、お前はこんな時間にここにいるんだ？逃げてください。ちょっと待ってよ。読めないよ。もう。なんで急にモザイクが。逃げてください。危険です。そんな見せられない姿なのか。実は先生にここに監禁されて、なんとか逃げてきたところなんです。もし捕まれば何をされるか。それなら心配ないよ。ん？実は君を探している途中で、ここの窓が壊されてるのを見かけて、空き巣かなって思って。さっき警察を呼んだばかりなんだ。さすが先輩。おほら、どうだ、警察来るぞ、こら。先生、逃げられると思わない方がいいですよ。私は、あなたを絶対に許さない。お！いいの？クリアなの？あ！その後、駆けつけた警察に、僕と先輩は事情を説明した。
最初は警察に信じてもらえなかったけど、教師の自宅を調べてすぐにそれが事実だと分かり、警察は教師を逮捕した。その後、事情聴取のために警察署へと向かうパトカーの中で、先輩は入れ替わった体を元に戻せると僕に言った。戻さなくてもいいんですよ、別に、俺満喫するから。そもそもあの儀式は異世界へ行く方法ではなかったらしい。あれは片思いの相手を自分のものにできるというもので、先輩は僕と両思いになりたかったらしい。何それ、やっぱ結婚エンドじゃないか。やったぜ、結婚だぜ。しかし先輩はまさか物理的に自分のものになるとは思っていなかったらしい。うん、口実にね、異世界に行くという口実に。僕らの体が入れ替わった後、倒れている自分の姿を見てとても驚いたらしい。まさか幽体離脱してしまったのかと興奮した先輩は学校を走り回ったという。先輩はちょっとアホの子なのかな。うひょーって、うひょひょーって、校内で鏡を見つけ体が入れ替わったと気づいた時には、僕はもう教師に誘拐されていたらしい。どんだけだよ気づけよ、誘拐される前に。なんで遊んでたら誘拐されてんだよ俺。僕が突然いなくなって心配になった先輩は、一晩中僕を探して街を走り回って、最後にはこうして僕を見つけてくれた。すごいな、街を探し回って。もともと先輩のせいでこうなったけど、僕はそれでも先輩が心配してくれたことはありがたいと思えた。何よりこうなっていなければ僕は先輩があの教師に捕まってもう何もできずに終わっていただろうから。だよね、先輩だったら無理だよねうひょひょだもんね。先輩だったら絶対何もできず終わってたよ。警察に任せよう、僕じゃ何もできないと諦めていただろう。そろそろ警察署に着く。元の体に戻る前に詳しい事情聴取を済ませないといけない。事情聴取が済んだら先輩に頼んで元の体に戻してもらおう。いや、このまま次のテストを先輩の代わりに受けて先輩の留年を阻止したいけれど、それはやめよう。なぜです？僕は僕として先輩と付き合っていきたい。テストまであと3日しかないし、明日は先輩に図書室で勉強を教えなければ。はい、というわけでリンタさん制作の異世界というゲーム、無事トゥルエンドを行きました。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。まさかこんなオチだとはね。なるほどなるほど、先輩がね俺をついていてくれた、もうそれだけでもう何もいらないです。トゥルエンド、大切な先輩、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、というわけで異世界クリアしましたね。いや面白かったですね。謎解きがねちょっとねあれです、深く考えすぎてドツボにはまった感が半端ないけど、なんとかねみんなの力を借りてクリアすることできたのでよかったです。全部のエンディング回収できてとても満足です。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。